こんにちは。源氏物語イラスト役のカイです。この動画では、源氏物語の原文の後に、一語一語の筑語訳が表示されます。さらには、イラストが浮き出てきます。単語とイラストを合わせて見ることで、古文の速読が可能になる、そんな動画です。古文の読解は、単語と文法が基本です。ですが、知識だけではわからない文脈のイメージも重要ですよね。逆に、漫画やあらすじのみでは到達できない一語一語の読解力もこの動画では身につきます。今回のイラスト訳では、これらの重要古語が出てきています。また、これらの助動詞や敬語にも、筑語訳と対応しやすく線を引っ張っています。源氏物語第1条、切壺のイラスト訳は、すでに YouTube に公開しています。再生リストを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録をして、ご覧になっていただけたら嬉しいです。では、イラスト訳の本編のスタートです。今回も、アマヨの品定め、様の髪の長いセリフが続きます。手巻き家のうちの主人とすべき人一人を。思い巡らすに。たらわで、あしかるべき、大事ども、なん。かたがた、おうかる。とあれば、かかり。大さきるさに。斜めに。さても、ありぬべき、人の少なきよ。好き好きしき心のすさびにて、人のありさまをあまた見合わせんの好みならねど、ひとえに思い定むべき夜べとすばかりに、同じくは我が力入りをし直し引き繕うべきところなく、心にかのうようにもやと、襟染めつる人の定まりがたきなるべし、必ずしも我が思うにかなわねど、見染めつるちぎりばかりを捨てがたく、
思い止まる人は、もの雨やかなりと見え、さて、保たる女のためも、心にくく押し計らるるなり、されど何か世のありさまを見たまえ集むるままに、心に及ばず意図ゆかしきこともなしや、金立ちの上なき恩選びには以下ばかりの木と川たらいたまわん、お楽しみいただけましたか。単語と文法は頭に入りましたでしょうか。今回の重要語語はこちらです。また、今回の文法事項はこちらです。今回は、払うなどの古文特有語がたくさん出てきましたね。こんなの単語帳には載ってないので、なかなか覚えきれません。けれども、こうしてイラスト訳を読んでいくことで、現代では使わないけれども、平安時代に様々にいろんな形で使ってた古文特有語が理解できるようにもなっていきます。この動画では、イラスト訳でイメージを持たせつつ、どんどんと速読力を磨いていきます。毎週水曜日と土曜日の10時に更新していきますので、楽しみにしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。